こんにちは、サバタニカルです。動画99ということで、今回はアストロフィズム、アステリアス、お気に入りベスト10をやっていきたいと思います。動画をご覧くださっている方の中には全部一緒に見えるっていう方もいらっしゃると思いますけれども、こちらを見ていただけましたら一つ一つ違いが分かっていただけると思います。実は全部1位なんですけれども、それでは10位スーパーカブトです。ファームさんから迎えました。選んだ理由ですが、こちらを見ていただくと V 模様になってるんですよね。こちらの模様に惹かれて迎えました。9位ルリカブトニシキの接ぎ木です。カクタス広瀬さんから迎えました。カブトが黄色いんですよ。もう可愛いですよね。緑も混ざっていて花束みたいですね。8位スーパーカブトです。グランカクタスさんから迎えました。初代スーパーカブトです。7位二刀のルリカブトです。カクタス広瀬さんから迎えました。根っこは一つなんですよね。可愛いです。6位大きいルリカブトです。サボサボストアさんから迎えました。すごい重くて立派です。5位ロイヤルカブトです。カクタス広瀬さんから迎えました。シザが縦長なんですね。模様がはっきりしているのでとても綺麗です。4位スーパーカブトです。サボサボストアさんから迎えました。こちらは5両になっています。この両ですね、 1,2,3,4,5 と。星みたいで可愛いですね。3位スタバズカクタス&サクレントフェアで迎えました。花園カブトです。先日株を見回っていましたら、この綿毛の中に貝殻虫がおりまして、なんとか取り除きました。ちょっと赤くなっちゃってるんですけれどもね。2位カクタスミサオさんから迎えました。
てください、この模様。シザとシザをつなぐ線のような模様、これはもうかっこよすぎですね。1位、以前の国入りサボテンベスト10の1位でも登場しておりますが、やはりカブト丸とスーパーカブト V タイプですね。角田津広瀬さんと角田津操さんから迎えました。このシザの綿毛のふさふさ、そこに惹かれましたね。模様が V 字ですね。お気に入りアストロフィズムアステリアスベスト10でした。様々な色、形、模様があるので本当に無限に集めたくなります。番外編で変わった形の兜を紹介して終わります。番外編に行く前に、この度もチャンネルに登録をしてくださった方、登録をし続けてくださっている方、ありがとうございます。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。